2023明治安田生命 J1 リーグ第27節ガンバ大阪対アルビレックス新潟の一戦です。パナソニックスタジアム吹田は蒸し暑い空気に覆われています。さあガンバ大阪のスタートと予想フォーメーションです。新潟のスタートと予想フォーメーションです。ご覧のように長倉をトップ下に予想しています。そして山本いいテンポで回します。黒川フォーカーズ、黒川前向いた、かわしてファンアラード、小島止めた。倉田、逆にハイプレスに行く新潟、ファンアラーノ、胸コントロールからダワン、メシノに出す、カウンターに行くガンバ、メシノ、ジェバリに出した、かわして、シュートアウトライン、ファンアラーノだ、枠を捉えることはできませんでした、決定機を演出しています。運んで小木受けながら長倉ワンタッチ、コーが出てきた、前を向いている、小木のシュート、ポストだ。 J1 初ゴールから2試合連続という、そういう雰囲気を出させたこの小木のシュートでした。いや、ここまで起点になったのは小木選手ですし、その後の動き直しからのこのシュートですよね、はい。一つはこのカウンターですよね、しっかりと中盤で奪ってカウンターというところ、ここでやりきるということが大事ですね。そうですね、ダワンのいいボール出しからメシノ仕掛けてシュート、サイドネットです。メシノゾーンに入ろうかというところでしたが、右利きですが、そこから左足で決めますよね。ダワンのボール出しから流れを一気に変えるか、ガンバ伸びるか、新潟ヘッドだ。後頭部を抑えていますか、大丈夫でしょうか。佐藤選手です ね、佐藤が中に入ってきていいヘッドを見せたんですが、ここドンピシャでしたけどね、ダワンが高い位置を取っていますが、ジェバリが落ちてそのジェバリを使います。倉田、ジェバリ手を上げる、その先にダワンもいます。ファーサイドダワンか、クリアしてファンアラーの胸コントロールからシュート、決まればゴラッソといったところですが、小島のセーブ。今のは難しい対応になりましたけどね。ですよね、入ってもおかしくないようなこのセカンドボールをね、はい、まあ、ファンアラーの選手が拾ってこの落ち際のボールをね、ミドルですから、これガンバは、ね、中央揃ってますからね、まあ、中央の選手4人いますから、まあ、そこに同意で込みながら作っていくのか、はい、黒川クロス、こぼれたところ、メシノまだ組みません、ここでシュート、ゴラッソだ。青黒の新エース誕生か、メシノが先制ゴール。素晴らしいシュートですよね。ある程度イメージも湧いてましたし、少し、まあ、キーパー小島選手もタイミング的にはずらされた状況ではありましたよね。いや、それにしましても難しい体勢ですもんね。いや、よく腰回りましたね。そうですね、はい、難しい体勢ではあったと思うんですけども、えぐってグランダーのボール、得
ここは倉田、ここまで戻っていますが引っ掛けた新潟、ファンガラーのうまいプレーを見せる、かわしていく、2対2になる。そしてメシノが走ってきた、ジェバリー出した、ファンガラーのシュートだ、枠を捉えられませんでした。いや、いいカウンター仕掛けからでしたけどもね、はい、うまくかわしていくメシノ、黒川、ファガラーノ、ファガラーノ、メシノ、ターンはできないし、ここでシュートだー、決まればゴラッソ2発というシーンでした。まあ、1点決めたことで ね、まあ、かなり乗ってますよね。そうですね、オート、トーマス・デール、フィールドプレーヤー全員がガマジに入っていく、うん、落としていい、もし三笘来た、日本の将来を担う新潟のエースが同点ゴールを奪いました。いやー、素晴らしい中央の連携でしたね。そうでしたね。いやー、素晴らしかった。まあ、ここもね、千葉選手のこの縦パス見逃さなかったですよね、はい、スルーして最後高木選手の落としをうまく伊藤選手がね、これ股抜きですかね。一方のガンバ、また相手陣に入ってジェバリーだ、小島のセーブ、好セーブを見せた小島、右足アウトスイング、福岡こぼれたところ、もう一度石毛、シュートだー、コスト、いいシュートでしたが2本連続ですか、はい、ここで長いホイッスルです。両チームのプライドをぶつけ合う、そんな戦いは1対1、勝ち点1を分け合いました。